白井義雄にとって2度目のダドマリの戦です。世界全勝戦が始まりました。先に飛び出していきました白井。リングの中央をデンと構えるのが世界チャンピオンのダドマリノ。白井義雄にとってこの世界全勝戦は大変大きな意味を持ちます。チャンピオンのダドマリノを追い詰めるのか。前回の対戦は遡ること7ヶ月前。5月に初対戦しマリノに判定負けをきしています。 白井が世界全勝戦は落とせない一戦です静かな立ち上がりの第1ラウンド中央に構えるダドマリノそのマリノの周りを回っていくのが白井フリッカージャブが得意のダドマリノ一方の白井もリーチの長さを生かしています詰まりました両者がもつれますまだそれでも大きなパンチの応酬はありません 1> 第1ラウンド同様に先に出ていきました白井ダドマリノとの一戦はこの後の世界タイトルマッチにつなげるための大きな布石になります飛び込んできましたダドマリノ距離が詰まりました抱え込みながら打つダドマリノに対してロープに詰めるさらに詰めていくさらに詰めてボディからストレート右が当たりましたもう一回右ストレートー的確に捉えていますコーナーにダドマリノを詰めて右ストレートが当たりました相手のフックは空振りうまく白井がかわしています ダッキングしたところをさらに詰めていったダドマリノマリノが抱え込むようにして打ちますが右ストレート左ボディ左ボディを返したのはダドマリノダドマリノもう一回ボディです両者の腕が絡み合っています絡み合った接近戦その中から小さいパンチを出しているのがダドマリノですダドマリノに対して右ストレート左ボディです白井白井が左ジャブ伸ばしています右フックは空振りダドマリノ白井がパンチ見えています ダドマリノに対して左ジャブを伸ばしていきますフリッカージャブが飛んでくるダドマリノ得意のジャブですもう一回フリッカージャブ左のフックは空振り右のアッパーはダドマリノそれに対して白井相手のフックを空振りさしてさらに詰めていきますホームのダドマリノ敵地に乗り込んでいる白井よしおしかしながらそのアドバンテージを感じさせない白井よしおの軽快な動きが続いていますダドマリノ右フック空振りです白井よしおが詰める じりじりと詰めるフェイントを交えながらダドマリノ入ってきました小さいパンチの応酬になった白井が相手のフェイントを見越しながら詰めていきますダドマリノガードを上げながら飛び込んで右フックですボディを打ったのは白井お互い駆け引きフェイントを交えながらジャブをかわした白井ですまたダドマリノがフェイントをかけながら中に入って右ボディ白井が対処するのは左ジャブ ここはダドマリの小さいパンチを当てています少しリズムを変えたリーチの長い白井義雄ですダドマリのフェイントフェイントを入れながら両者どちらのパンチが先に当たるのか第2ラウンドは攻勢に出た白井ですが第3ラウンドはダドマリにも小さいパンチを的確に当てています白井左から右いい服当たりました白井がいいパンチを当てています第3ラウンド静かなところから一気に動いた 世界チャンピオンのダドマリノに臆することなく戦っています一度拳を交えた白井義雄戦いは世界全勝戦好ゲームを展開しています両者ぴったりと体を寄せ合っていますその中で小さいパンチはダドマリノダドマリノここで回転を上げた弱から強へ切り替えを見せましたダドマリノに対して右のアッパーを小さいながらも見せました白井義雄ですその白井右フックこれは当たらなかったがダドマリノ詰めていきました クリンチの中から細かい巧妙なパンチを見せるのがダドマリノです世界チャンピオンのテクニックに対して白井義雄はどう対処していくのかフェイントの中からジャブです相手ダドマリノはフェイントさらに右フックから左の小さいフックを2つ離しました距離ができました白井さらに今度は肩をつけ合いながら左から右もう一回左右左フックから右ストレートが当たりました的確なパンチを当てています しかも強く振り抜きました白井義雄非常にいい流れができていますこの第4ラウンド先ほどにも増して白井義雄のパンチが切れそして体重と乗っていますもう一回右が伸びましたノンタイトルの10回戦半分の5ラウンド目を迎えました世界前哨戦ノンタイトルとはいえ白井にとっては大切な試合です ダドマリノの動きが変わりました先ほどまではリングの中央で構えて白井をぐるぐると回させていましたが今度はダドマリノが少し足を使っていますステップワークを見せているダドマリノ世界チャンピオンの動きを変えさせた白井を使用です左に左に動いていきますダドマリノダドマリノがステップを使い始めていますここまでは功を奏している白井の戦い方白井小さい右アッパーは当たらないただダドマリノに対して詰めていく フェイントを交えながら右ボ、右当たった左ボディから右今度は左ボディもう一回、ラン、ツーさらに追い打ち、右、右当たったロングで当たりましたロープに一瞬、背中をつけました、ダドマリノ。ダドマリノに対して、構成、白井義雄。いい展開は続いています。ダドマリノフェイント、ダドマリノが世界チャンピオンが追い詰められるのか。右ストレートをもらった、この第5ラウンドです。さらに詰めながら、もう一回離して、右。さらにここから狙っている白井。 フェイントを入れながら、白井の右ストレート白井のに当たりましたもう一回右詰めていく白井光勢ですここまでは世界チャンピオンのダドマリノに対して精神的に優位に立てるという試合展開の白井義雄です。白井が真ん中にダドマリノが回り始めたという5ラウンド目と同じような展開です。 白井が肩を揺らしながら軽くフェイントを入れるダドマリノはここからどうやって局面を打開していくのかダドマリノのジャブは届きません白井の方がリーチがありますその白井が右ストレートうまくかいくぐりながら右ストレートさらに左フック当たりはしませんでしたがダドマリノに脅威を与える左フックです右を当てました白井ですダドマリノの小さいパンチはあまり白井には効果的ではありません リーチのある白井が右ストレート左フックから右ストレートうまく避けながらダドマリノなんとか相手のいいところを消そうとしています両者見合ったダドマリノのパンチ当たりません的確に捉えているのは白井の方が上右で追い打ちさらにまた詰めていくここから左ジャブを伸ばした右ストレートーダウン尻餅をつきました世界チャンピオンのダドマリノダドマリノからダウンを奪った白井よしお 尻餅というダドマリの右ストレートが的確に当たってダウンを奪っていますさあ大吉をかける右アッパーで2度目のダウンまた尻餅をついている2度目のダウンを奪っています白井義雄一気に試合を決めるのか第6ラウンドダドマリのフラフラになりながら立ち上がっていますここでもう一発3度目のダウンです第6ラウンド世界チャンピオンから3度のダウンを奪いました白井義雄先ほどよりも大きなステップワーク 体から自信がみなぎっています世界チャンピオンは背中がびっしょり濡れています追い詰められた世界チャンピオンのダドマリノパンチにキレがありません世界チャンピオンのダドマリノに右ストレートー大の字になりましたダドマリノ今度は大の字立ち上がれるのか大の字からようやく両膝をついて今度は立ち上がる 先ほどのラウンドは3度のダウンを奪いましたが白井義雄を仕留められなかったこのラウンドはどうかボディーから右2度目のダウンです両膝両手をついている世界チャンピオン白井義雄が2度目のダウンを第7ラウンドに奪いました世界前哨戦素晴らしい内容で一気に仕留めるか白井義雄が出る白井義雄左左から右ストレートを伸ばした 今度はロープに詰めたボディ右ストレートもう一回左から右が立った打ち下ろしダウン3度目のダウン世界チャンピオンが3度目のダウンここでレフリーのカウントは止めたテクニカルナックアウト白井善男敵地ハワイに乗り込んで世界全勝戦をテクニカルナックアウト勝利ノンタイトルながら大きな勝利をものにしました世界チャンピオンを地元で下していますこの次は世界挑戦 白井義雄が名を上げました白井義雄男も上げましたそしてその白井の右手が高々と挙げられています後年白井義雄がベストバウトと振り返りました7ラウンド TKO です